太郎。はい。遅くね。はい。あ、ちょっと10分ぐらい。いや、30分以上。え38分。今38分。あ、12時うん。まあ12時38分。まあでも許容ぐらいよね。そんなに、そこまで。まあ、いつも通りみんなの。許容。1回だけならな。うん。いやそうだよ、その別に遅れてくんのが、別に高井が渋滞だ、雨が遅延だってあるけど、俺別にそれは何も思わんけど、10回中10回はあれじゃない。いや10回中10回じゃないでしょ。いや10回中10回ですよ。10分20分の遅刻。いやそれは、いやでも10分がもう良くない。それはもう10回中10回というか20回中20回。ああ20回、いや変わんないよ。つまりはそういうこと。変わんないよ。それ30回中30回。100% だもん、それ。うん、そしたら結局。どうして？だって一番家近いはずじゃん。一番家近い。僕が、はい、一番近い。俺も車で来て、雨も電車で来て。うん。来てて。一番近い。間に合ってるやん。遠い方の二人が。いや、まあ。まあ逆に近いからっていうのもある。やっぱそこは難しさ。近いからって難しさは分かる。近いならこれ一番そこの難しさあるよ。一番渋滞だ、電車の遅延だは関係なくこれそう。いや一番ここぐらいで来れんじゃないかなって思っちゃうあれがあるんだよ。やっぱそれはあるじゃん。ないない。いやないない。もう30はお前12時に家出てるだろ。じゃもうそ全然過ぎてるよ。12時過ぎて。5分10分ならまだあまだね。まあ今日に関しては本当12時に出た今日は。やば。今日に関してはね。それはもうそれ今日に関しては。なんかそれ言葉のトリック。それ今なんか。言葉のトリック。トリックね。なんかその言葉のトリック使っちゃってるみんなが。それは。いや12集合で12時出発なわけなくない。いやもう近いからでも。行けると思うじゃん。近いなら別に11時半に出れば12時に来れるんだから。いや行けると思ったんだから。それ全然ごめんなさんも出てこないじゃん。出てこないの。そうでしょ。そういうこと。ちょっと待って。待って、一回、ちょっと、なんかあれだわ、良くないわ。これは、なんかお前ら、あれだな。いや、良くないとかじゃない。この感じあれだな。あ、分かった。いやいやいや。ちょっと待って。何が？いや、待ってたから、こっちはずっと。10分も20分も。いや、待って。もう待ってはちょっと待って。だいぶ待った上での。ちょっと待って。待ってます。待って。だいぶ待ちました。待ちました。だいぶ待ってます。いつも待ってます。お前らまた問題起こそうとしてんだろ。またやろうとしてんだろ。起こしたのはお前だし。お前、あれか。またエアコンに続き。今度遅刻？違う、ポケットから手出すよ。文句多くない？だから、もっと多くね、こいつら。文句多いわ。文句じゃないだろ。文句が多い。ほんと、文句多い。普通、めちゃくちゃ普通のことだ。クレーマーじゃん。ほんと、ただの。クレーマーたち。いや、お前だろ。38分。いや、マジで。それは、いや、もうそこは、それ今日聞いとっちゃってるもん。それは。今日だけじゃないよ。半はやべえ。いや、マジ来た逆に。俺は、マジで55分くらい。俺も50分だから。だいたいそうよ、2人。いや。証拠はそれある。俺が見てる。映像。映像はないよ。それ、現地なんかいくらでも撮れるから、その。これ僕見ましたよ。現地だと、あんま強くないって証拠。あの、僕、ジャッジアイズやってるんで、僕は。はい。もう最近見ました。あの、結局は物証がないと、話いけませんから。まあ、いいよ。だから、じゃあ、いや別に、こいつらが10分に来ようが、結局、毎回お前3番目だろ。一番近いのに。1番、2番、3番の話か、これ今。うん。違うだろ。いや、今、その話。今に置いてはその話。今に置いてはその話。今に置いてはじゃん。だから切り取っちゃってんじゃん、ここだけ。いや、違う。いや、よくない。悪意ある。悪意ある切り取り。こういう、だから、その悪意ある切り取りなのよ。物証出そうか、じゃあ。物証あんの？じゃあ訂正してください、それは。駐車場のさ、入庫の、あ、本当だ。あれ、生産出したら何時に入庫して。もう一番近くのパーキングで。だから、高井が、これ証明されるし。11時50分とかに、入庫の、あれ出したら、間違いなく、ここには12時に来れてる。ほんとだ。じゃあ今、ありますか？で、取ってこれるけど。じゃあ取ってきてください、そしたら。取ってきて、どうする？取ってきて。取ってきてください。ほんとだよな。言ったな、ほんとだよな。今言ったよね。取ってきて、言いました。これが12時前に、ちゃんと入庫の、あれだったら、それだったらどうする？いや、それはもうほんとに、あ、来られてたんだと僕は納得します、それは。
だから僕が遅刻したんだっていうのが分かります。雨の気分もあるしの。でも5分でも1分でも遅刻してたら遅刻は遅刻だからね。言っちゃえば。いいよ別に。お前甘く見んねん、その遅刻は。本当に。いいよ全然。いいんだ。全然いい。じゃあ取ってきてください、そしたら。本当に取ってくる。いや、いいです、いいです、だって。いや、あなたのそれが証明の仕方なんですよ、それは。証明できます、僕は。ただ、高井がめんどくさいだけだし、コメントが荒れるだけだよ。いやいや、構いませんよ。僕は、はい。全然、これ違う、別に動画とかじゃないから、あの裁判だから、ただ、裁判。ジャッジアイズをもろに受けて。生産するじゃん。金かかるよ。生産者、レシート出してさ。そう、出しますよ。そうですよ。はい。やるんですか？やってくださいよ。そうそう。そんな強気で言うのって俺全然やってくるけど。いや、だってあなたが今証明できるの、それしかないんですよ、今。できるんですか？できますよ。あなたのただ現地だけじゃ証明にならないんですよ。全く全然できますけど。わかりますか？ただ本当に、はい、それでちゃんと証拠が出たらもう本当に部がもっと悪くなるけど。うわぁ。いやいや、それは全然だって。雨が言ってた通り、ちょっと先に動画撮っときゃよかったな。そうだな、先に撮って。何先に撮って。要は12時に来てるっていうのを。そうないんですよね、その動画。その動画ないんですよね。何時に今もう到着してますって動画ないんですよね。でも、切符の領収書あるし、タクシーの領収書、あ、タクシーじゃねえや、あれの領収書もあるし。パーキングのある。そうそうそう。いや、でも、あなた電車来られたんですね。俺電車で来て、そっからちょっとタクシー乗って。あ、乗ってとか。ここまで来たから、タクシーの領収書は、タクシーの実際にある。でもタクシーは乗った時間ですよね、多分あれって。到着した時間じゃないですよね。乗った時間見れば分かると思う。乗った時間見れば12時前っていうのは分かってくれるはず。いや、そこはもう本当トリックじゃないですか。トリック？いや、もう本当に。いや、だって寄り道してないんだ。だって寄り道したら、だってもう乗ったっていう、もうその事実だけあれば、もうあなたなんかもう到着したらいくらでも言いますから、それは。今すぐ出せる？じゃあ出してください。出そうか？出してください。出してください。出してください、じゃあ。提出して、事前に提出ですよ、こういうのは、本当に。なんで、その感じで来れるの？いや、逆にこっちも引きたい。なんでお前らそっちで来れるの？そんな感じで。いや、こっちは間違いない。いや、それは分かる。まあ、遅いじゃん。一番遅い。分かる。誰がどう見ても遅刻してるのに、俺らが遅刻してないかで、なんでそう強くいけるの？でも逆に遅刻してたら、なんで同じ立場のやつが言ってんのって話になるから。そんなゲームじゃねえぞ。それはだって、分かります。全然違う。ちょっと時間は書いてなかったね。見せてください。はい、見せてください。今時間は書いてない。はい、じゃあまあまあ、住所とも大丈夫ですね。はい。時間、見てください。6月26日、まあ今日、本日なんですが。うん。書いてないんだ。時間はありませんね。じゃあこれは証拠としてどうですか？あなた言ってください。いや、不十分です。不十分です。はい。却下！認めた上での謝罪を私たちは求めている。いや、だからその前に、まずあなたたちはちゃんと時間通り来てんのかっていう証明をしなきゃいけないじゃないですか。だから、いや、それはわかります。それ言ってる意味わかるんですよ。じゃあ俺らは遅刻してたとしたらどうなの？そしたら一緒に、あ、やまごめんなさいですよ、それは。だってあなたが遅刻してるでしょ？あなたでも遅刻してんだよ。だって、なぜ同じ立場の人が責めれるの？おかしいよね。してないんだって。3番目に来て、誰よりも遅く来てるっていうのはもう一人だけだから。いや、それ言い始めたら。一番遅刻してるし、10分の遅刻と1時間の遅刻が同罪なわけないからしね、そもそも。いや、同罪ってどういうこと？その何？罪に重さあるんですか？その。あるでしょ。いや、怖っ。こういう人怖っ。いや、あるだろ。いや、こういうので、こういうのでさ、俺は高いとどん。いや、冤罪いるよ。ほんとそういうので、マジで。5分10分の遅刻と1時間、2時間、3時間の遅刻が同罪とは僕は思えない。ただ、今僕言ってるのは遅刻してるかどうかの論点ですよね、今。これわかります？言ってること。遅刻、俺らが遅刻してるかどうか。どうかの論点。で、僕はしてます。で、確かにしてる。で、なんか、あなたたち謝れって言ってますよね。謝れって言ってます。まだ、あなたたちも遅刻してませんかって話ですよ。え、なんかしてないですよ。で、その証拠はって聞いてるんですよ、こっちは。じゃあ今、ちゃんと順序立てて今話してますよ。はい、わかります。今、順序立てて。皆さんね、ちゃんと今、この子たち、理解してないみたいだから、ちょっと今、順序立てて。話しますよ、今。わかります？謝りたくない。謝らない。あ、一緒。謝りたくないんだね。謝らないで終わっていいのね。謝らないで終わっていいです。全然。謝らないで全然。だって、一緒なんだもん。謝
まらないし、今後も遅刻してくるってこと。今後もしてますよ。今後もするはダメだ。証拠がないんだ。証拠を出せって言ってる、こっちは。だから証拠はないけど。証拠出せって、ないんじゃん、ほら。ないんじゃん。だって、あれば、俺だって素直にごめんなさいって言えるよ、それは。でも、ないんだもん。証拠が？証拠ないじゃん。ないよね、君も。あるけど。いや、ほんま、え、どうしてください、今。はい、543210、はい、ないね。はい。持ってくんのがめんどくさすぎんだよ。いや、めんどくさいなんか言ったらもうそんなの。そんなの裁判でめんどくさいって言える？人人生かかってるんですよ。裁判ではない。人人生かかってますよ。もう終わってるよ、裁判。いや、あなた、人の人生、だいぶ、大丈夫なんですか？終わりかけだけど。もう真実を、終わりかけだけど。真実を突き止めようよ。真実はお前が遅刻しただけだよ。違うよ。お前の遅刻してるんだろ、なんでだよ。してないで、してないから。いや、でもそれはもう、だって証拠ないんだもん、だって、それは。だから、それはただ、証拠が唯一あるのが、お前しかいないんだよ。で、それを、ないものを証明する。あ、もう、むしろもう、そうそうそう。だから、事実はもう今証明できる。ある事実、証拠、時間、さっき提示した時間、で、お前が遅れてきたという事実、その事実しか、ここにはないわけですよ。だから、その事実だけで言うのであれば、お前が悪い。つまり、お前が謝罪をしなければいけない。まずは。あ、もう、何も入ってこない。本当に。本当に同じ犯罪者のことも何も入ってくる。同じ犯罪者俺らはごめんなさい、コメントの皆さん見てる人も申し訳ないけど、はいはい、あなたたちには絶対に俺と高井は謝りません。まあまあ、まあ、あ、ほら別に間に合ってる。そんなに証明して、あなたどうするの。だから僕は遅刻はしてます、それ言ってますよね、さっきの。あ、いやいや、まあ、それしてますよ、まあ、してますよね。ただ、いや、それはもう思ってますよ。だから俺らもう当たり前じゃないですか。当たり前じゃないですか。あるんだったらまず当たり前じゃないですか。あ、あるんだ。当たり前じゃないですか。あるんでしょ。眼圧がすごい。なんでですか。あるんでしょ。ありますよ。あるんだったらまずは、そうだな、ごめんけど二人はどうなの。だったらまだ最悪。わかる。申し訳ない、これをまず言葉にしてくれたら、そう、その後の話はギリ聞けるけど、ギリ聞ける。まず謝られてない中で、お前らどうなのって言われてるから、それはもうなんかその、常識的にどうなのっていうんですよ。人間的に、モラル的に。いや、だから何回も言うけど、入ってこないんだって、だから。いや、だからもう、これずるいよ。なんか、だらだら、なんか喋ってたけど。確かに、だらだらではあったけど。だって、違うだろ。同じ話してたから。いや、だらだら話してたから、マジで入ってこないと思って。いや、だから違うじゃん。だから、謝んならみんなの謝るよって話。それは、だから言ったじゃん。俺と高井はもう謝りませんよって。あ、じゃあ私は謝りません。同じ遅刻してる人間だから。なんかそれで終わりでいいのね。いやいや、逆に何ですか、それは。それで終わりでいいのね。いやいや、謝らないという。もう終わりでも、だって、え、逆にいいの。いや、だから、俺らがそこまでところをして、太郎が謝らないって決めたんだったら、もうそれでいいよ、それしかないし。じゃあもう3人とも謝んないっていう系統なんでいいね、そしたら。いいのね、そのみんな悪いでいいのね。巻き込まれてる。みんな悪いではないよ。確かにみんなで、本当謝った方がいいんだよ。そっちの方が楽だよ。だから、俺ら4人は今後も普通に活動していくし、全員で。いや、当たり前です。だから、多分普通にもう許す許さないの問題じゃないんだなっていう、ただそのしこりが残る。やだなぁ。いやいや、だからそれは、でも見てる人の判断はどうなんだろうなっていうのを。いやー、だから裁判員裁判よね。裁判員裁判ね。本当にそうだね。陪審ですよ。コメントでね。だからコメントでのだからつぶやくのすぐつぶやくのやめてね、この動画が上がってから、この動画が上がってから1日ぐらい経って賛否を見て、どっちかにしてツイッター上で謝るか謝らないいや1日前につぶやきますよ。フライングしてくる、フライングしますよ。全然何の動画って不当裁判だって言ってる。これ不当な裁判だって言ってありますよ。ただコメントにするとワンちゃん高井が謝るって言われてる。なんでいや、それはある。分かんないけど、マジで分かんないよ。別にこの件に関しては俺は全く悪くないよ。いや、そうなんだよ。そうなんだけど、俺この件に関しては悪くないよ。高井も雨も悪くないっすよ。だらだら喋ってたのはそこはごめん、じゃあそこは申し訳ませんでした。だらだら喋ってしまいました。申し訳ありませんでした。謝りました。はい、僕の件終わり。お前が謝る。じゃあこの動画も終わりでいいね。俺は謝るんだよ。もう閉店だ、閉店だ。今日は謝りません。一人罪人見つかったから。なるほど、謝るよ。新しい事件が出ました、今ので。今本当に今ので。
ああ大変だよ、もう今後。もう今後大変、これはもう。おかしいよ、これはもう。おかしいよ。お菓子魔女裁判。ま、でも、ちょっとまあ、もう一回ちょっと掘り起こすのあれだけど、うん。いや、確かに遅れるで言うと、いや、なんか高井が今遅れてませんよ、みたいな。言ってるよ。遅れてるよ。感じで言うんだけど、うん。いや、果たしてこの証言正しいのかっていう。あ、遅れてこない、来てないの。え、なんか遅れるってことに対しての考え方、この人の。え？彼も、はい。いや、遅れてるものがあるんですよ。え？僕に、うん、僕、あの、この間、あの、でっかい緑のトートバッグ貸したんですよ。衣装ケースというか、入れるやつ。それ貸して、で、高井さんに、まだ貸したまんまなんですよ。あれ、お台場の時ですよ、この間の。ああ、はいはいはい。で、まあ、でも、あの、でかい袋ね。全部入れてたよ。そうですよ。あれ、まあまあ、時間経ってるんですけど、うん、あれ、いまだに帰ってこないんですよ。あれ、そうで、こうやって時間の概念って、これ、結構あるんじゃないですかと思ったら、遅れてるってことに対して。だから、その遅れてるのに、今すぐ返してください。あれに関しては、僕も言ってますよね。うん、え？酔っ払って捨てちゃったから。え？ちょっと待って違う違う違う。だから、それも。え、捨てた？あれ結構うちで使ってる。もう一回言ってください。え、遅れてるんだよ。返してください。いや、だからあれは、僕、あの、言ったじゃないですか。はい、個人的に LINE で、はい。あれは、もら、借りた日、はい、酔っ払って勢いで捨てました。で、後日弁償するって言って、IKEA の、あの、同じようなバッグを、あの、彼にあげた、あげて、ああ、オッケーオッケー、ありがとう、つって、それで、話は終わりました。そう。あれ結構緑ですって、ううす一応限定のやつだよね。限定のやつで。うん。で、あの、あ、ちょっとボードゲームのね、うん。やつで。で、僕、洗濯物とかするんで、よくあれを持ってったりとか、はい、あとベイのケースとかも結構あれで入れたりとか、はい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 、結構やってたんですよ。死体遺棄ってことでいいですか、そしたら。死体遺棄。いつまで捨てたんですよね。捨てたはちょっと問題。だって、いや、遅れるとかだったらまだ足も。物を捨てるって。捨てるって。普通に良くないじゃない、それは。障害罪に関しては、本当に申し訳ありませんでした。いやいや、俺じゃない、謝んのは。謝んのは俺じゃないね。いや、もう、彼じゃないね。彼じゃない。うん、本当にそれは、申し訳ありませんでした。図が高いんじゃないか図が高いんじゃないか、ちょっと。ちょっとな。俺の心と、あれが合ってないんじゃないか。うん。また申し訳ありませんでした。またよし、じゃあ俺でいいな。じゃあもう不憫すぎるって。頭上げなさい。もう終わりになりますからね。これね、もう頭上げろ。はい、僕はもう一生頭を上げません。このまま終わりでいいな。このまま死ぬまで神戸を垂れる。不憫すぎるよ。ありがとうございました。高い岩ができます、ここに。またの動画で応援しましょう。またさようなら。また閉廷、本日は。閉廷。逆転裁判。逆転裁判。八神先生、ありがとう。